ともです。まずはオープニング主題歌シングル僕らは今の中でが好評発売中。カップリング曲ワイルドスターズと各カラオケも収録されています。はい、そしてエンディング主題歌シングルきっと青春が聞こえるも好評発売中です。こちらにはカップリング曲影やの踊りたいと各カラオケが収録されています。はい、そして、テレビアニメラブライブ月曜挿入歌シングル1、2が現在好評発売中となっております。挿入歌シングル1には第1話挿入歌進めつもろと3話挿入歌スタートダッシュが収録されています。そして挿入歌シングル2には、第6話挿入歌これからのサムデー、そして第9話挿入歌ワンダージョンが収録されています。さらにですね、4月3日には挿入歌シングル3が発売になります。皆さんよろしくお願いします。さらに4月10日にはエンディングのテレビサイズ全バージョンやアライズの歌う挿入歌プライベートウォーズを収録したオリジナルサウンドトラックをリリース予定です。皆さんぜひチェックしてください。はい、そしてですね、さらに嬉しいお知らせです。テレビアニメラブライブのブルーレイ第1巻が3月22日に発売されます。初回限定版には6月16日にパシフィック横浜で開催されるミューズのサードライブのチケット最速先行販売申し込み券が封入されるほか、原案のすっごい夫婦原案の君の桜子先生の書き下ろしの小説や高坂ほのかが歌うオリジナルソング CD など超豪華特典満載です。そして第1巻に続いて4月24日に発売される第2巻初回限定版には1月3日に開催したミューズニューイヤーラブライブのメイキングファンが収録されます。なんとこの後22時からの東京 MX のアニメ放送終了後の22時半に公式サイトで先ほど見ていただきましたワンダフルラッシュを含むニューイヤーライブの視聴動画が公開されますので絶対チェックしてくださいな。はい、そしてニコニコ生放送のお知らせです。来週日曜日3月17日18時からレギュラーのニコニコ生放送ほどほどラジオを放送します。